右前の赤い看板、ガラクタ鑑定団トイって書いてありますけど、初めてですよもちろん。ここが、店舗名としてはガラクタ鑑定団小山本店小山市にあると。小山遊園地みたいなね、ありますけど、小山鑑定団みたいなね。どうも、久保です。さあ、はい、ということでね、ガラクタ鑑定団さん初めてやってきましょう。ガラクタってローマで書いてあるんですかね。いや、結構シックな感じ。どうなってるでしょうか。行ってみましょう。それでは早速ゲームの方行ってみますか。ガラクタってジャンプ。おー、ただミニケってもうそんな安いですね。4000円とかプレミアムゲームだった。2000円。闇ガチャ、これは結構ありますよね。トレーダーガチャ、スライド1100円、枕みたいなやつ。これなんだっけ、ファミコンやろうじゃないけど、超ヤバい、ヤバいとは言わないけど、このゲーム。まあちょっと裸なんでね、安いに安いけど208円とか、見た限り全部208円で、ファミコンが480円、全部ワギャンとかはお得っちゃお得ですね。ベストプレイプロ野球が780円、超新データね。綺麗だったら意外と綺麗かな。回させたいですね。なんでウルトラクイズがこれ入ってんだろう。1180円、ファミコンミニが980円とか。まああれパックマンいくら980円。なぜか鬼太郎が入ってる。スーハミが安くない。1980円。箱付き綺麗な、欲しいっちゃ欲しいけど、どうなんだろう。完璧だったら超安いけど、あのこんな安いんだ。まあそうか、3本220円。でもモンハンのね、古いやつとかもね、550円 PS3 88手頃。まあこういうのを飾るっていうのはね、まあ YouTube であればこのなんか撮影場所の後ろに飾っとくと手頃な、そういうスペースがないんだよね、うちにもね。あんまり駄菓子コーナー、ガラクタ商店、超安いお菓子がいっぱい売ってる店、懐かしいですね。で、ここ下を見ると駄菓子ガチャ、駄菓子ガチャ、駄菓子ガチャって書いてあるんですよ。これが大当たりで、ここにあるんですよ、マシンが1回300円、超大当たり、大当たり、当たりのいずれかの賞が出てきます。300円入れました。あ、回った。はい、ずっと回るタイプかも。これ当たりって一番ヤバいじゃないの。当たりってどっから選べるの。ところで超大当たりがこれね。で、大当たり、当たりとこれがまあいいのかな。珍しいよね、こんなの。麦コン、麦コンミルクコーヒーって見たことないじゃない。あとこれも見たことないよ、三角クラッカー。これも見たい、鳥焼きさん、鳥焼きさん太郎、初めて見たかもしれない。やっぱガラクタ鑑定団さんといえばゲームガチャですよ。とりあえずやるしかないかなと。これね、プレミアムゲームガチャ、30% の確率で豪華ゲーム機やソフトゲット。まあここに2000円を入れ、残念賞ってどういうこと。まあ、例えば数字がこの、ね、若い数字が1、2、3、4、5、6、7とか出ればこれがもらえるってことでしょ。まあ、30とか40でもこの辺り、50でもこの辺りで、この辺は残念賞何枚か引いて合わせてみたいな合わせ技ね。残念賞はこちらからお選びください。まあ、確かに残念ですね、これはね。ラストワンが PS5、1番が、スイッチ、2番がスイッチライト。いいですね、本当に。決まったぞ。あー、出てきた。どうだろう。
残念、一瞬なんて書いてあったか分かんなかったけど、残念賞だ。とんでもないもの引きました。残念賞当たりました。大当たり当たりました。残念賞大当たりなんてね、言ってますけど、ね、ちゃん、残念賞出たんですけど、これは残念なんですね。残念ながら残念なんです。非常に残念ですよ、これは。あ、そうだった。この辺りですか。はい。え、これはどういうことですか。この中に触れてこう、触れてこう、触れてこう、触れてこう。あ、マジで。あ、宝箱選んでいいですか。何で入ってます。あ、箱ももらっていいですか。箱も、はい。あ、じゃあ、それかこれかってことですか。それかこっちの、ワンちゃんこっちですね。ワンちゃんの上がこっちです。え、この、まあ、残念賞と、ワンちゃんを外した時の残念はどっちの方が残念ですか。はい。あ、まあ、いいでしょう。いや、まあ、どうせ僕はこっちは来ますので、でも、ボブブブぐらいになるのは思います。あ、これはじゃあ、どっちがこちら選んでください。あ、そうなんですね。万が一全部なくなっちゃった時点でこうなっちゃいます。あ、そうです。で、この中身が店長を決めてるんですか。これは僕じゃなくて、はい、ゲームのスタッフが決めてるんで。あ、じゃあ、ちょっと下の一人ですか。はい、これじゃあ、うん、あ、無理じゃない、無理っすけど。はい、はい、じゃあこれをいただきます。はい、ということでガラクタ鑑定団さん行ってきました。で、まず購入したのはこちら。あ、でもこのお宝発見は本当に、万代さんながらのみたいな、結構こんな感じでしたね、どこもね。スーファミ箱付き1980円、中を見ないで買ってきたんでね、まあガチャ要素っすかっていうのを買いつつ、そして、駄菓子ガチャ。珍しいっすね、これね、本当に。小林さん、じゃあこれ食いたいですね。ここにこれ。そうですね。当たりって、まあ全部当たるってことですもんね、これね。当たり、大当たり、超当たりでしょ。これね、鳥焼きさんたら本当珍しいな、ちょっと見てみる。あ、でも華道じゃん、いつも。鳥焼きさんたろうって言ってるのに、お魚のすり身をって書いてありますね。はい、これ珍しいっすね。じゃあ小林さん、これ、今日のギャランティーです。そして、いよいよ。これ宝箱開けてないんですよ、店内で。いや、開けちゃいましょう、これ開けちゃいましょうって。あ、でも3個も入ってるの、一応。これはね、これは残念なのかな、やっぱな。あ、どうだろう、これどんなもん、このドラゴンボールとか。まあ、っていうやつです。まあ、これは残念なんだね。残念なんじゃないでしょうか。ということで、ガラクタ鑑定団さん、やりました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ふにゅ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 。